レホボトは、イスラエルの中央地区の都市。テルアビブの約 20km 南に位置する。イスラエル中央統計局によれば、2007年末、都市の総人口は10万6200人だった。レホボトの公式ウェブサイトでは人口を11万4000人と、算出している。レホボトは、ミシュナーの時代に存在した、ユダヤ人集落ドロンの地に築かれた。 ドロンは、ローマ帝国時代、ビザンツ帝国時代や初期アラブ人時代を通じて、存続した、集落ヒルベとドゥランに否定される。命名は、近帝約聖書でリホーバスと翻訳された、旧約聖書中の同盟の都市に由来。ただし、旧約聖書のレホボトは、ネゲブ砂漠あるいは四海南東部のエドム地方にあったと、され、本校で述べる都市とは別。 レホボトは、アラブ人が、まばらに住み着いていたに過ぎない海岸平野に、エドモンド・ロートシルトによる支援に束縛されない、入植地を望んだポーランドからのユダヤ移民たちの手により、1890年に創立された。入植地の最初の創設者の一人イスラエル・ベルキンドは、名前について、創世期26章22節の、彼は、それを、レホボトと名付け、今や、あるじは、 我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。という部分より、文字通りには大きな広がりを意味するレホボトを提案し、それが受け入れられた。1908年、町のシャーライム地区の入植者となったイエメンからの移民が彼らに加わった。彼ら初期の入植者たちは、ブドウの木を植え、アーモンドや柑橘類の果樹園を作ったが、彼らは、 農業の挫折と植物の病気、流通の問題に直面した。1932年には、農業研究所がレホボトに建設され、後に、ヘブライ大学の農業学部キャンパスとなった。1934年には、ハイム・バイツマンにより、後のバイツマン科学研究所となるシーフ研究所が、創設された。バイツマンと、 彼の妻は研究所の校内に埋葬されている。1948年2月29日、カイロハイファ管列車がレホボトを出た直後に爆破され、イギリス軍人29人が死亡し、35人が負傷、一般人も100人以上が負傷する事件が起きた。実行犯であるレヒは、爆破が1週間前のベン・イエフダ通りとエルサレムの、 爆発事件の報復であるとの声明を出した。1914年から1991年の間に人口は955人から8万1000人に増え、土地面積も倍以上になった。レホボト郊外の地域は1948年までギブトンの240人を含む人口2620人の村ザルヌカに属していた地に建てられた。 1995年、レホボト都市圏に暮らす人口は33万7800人だった。2007年の調査では、都市の民族分布は99.8%が、ユダヤ人だった。男性4万9600人に対し女性は5万2300人、20歳未満が31.6%で、あり、 同様に20から29歳が16.1%、30から44歳が18.2%、45から59歳が18.2%、60から64歳が3.5%、65歳以上が12.3%で、人口増加率は1.8%だった。2004年には都市には4万1323人の、 会社員と2683人の自営業者がいた。会社員の平均月収は6732シェケル。会社員男性は8786シェケルなのに対し、女性は4791シェケルとなっている。自営業者の平均所得は6806シェケル。1082人が失業手当を受け、6627人が 所得保障を受けている。レホボト元市長指揮惚れる2004年には19794人の学生がおり、都市で53校の学校があった。30校に9875人の小学生、29校に9919人の高等学校生となっている。61.3%の生徒が小学校から高校まで卒業する。レホボトは、 バイツマン科学研究所とエルサレムのヘブライ大学の学部の本拠地となっている。いくつかの短期大学もあり、専門技術の養成を行っている。加えて、カプラン病院はヘブライ大学医学部の補助研究病院の役割をしている。2000年に町の北側入り口にセンドゥナムの広さを持つ先端技術を使った公園として、タマル科学公園が設立された。 レホボトは、イスラエルのサッカーリーグの最高リーグに3つの、クラブチーム、1949年から1956年に、マッカビ・レホボト・マカビ・リホーボート FC、1963年から1969年と1985年に、マッカビ・シャーライム、1972年のシーズンに、ハポエル・マルモレクを有していた。現在、 マモレクは3番目のリーグであるリガアルトジトで最高ランクのクラブであり、マッカビ・シャーライムは5番目のリーグ、リガベットでプレーしている。一方、マッカビ・レホボトは6番目、最も下位のリーグであるリガギメルにいる。上記の脚中は、翻訳元の EN、リホーボート15時45分、11名2009の記事に付されていたものであり、日本語版において、 直接参照していません。日本キリスト改革派大垣教会ホームページ創世記説教の訳を参考。ありがとうございます。